大垣東高等学校生徒会会長金ヶ谷彩奈です。うちらの学校のスーパースターは華道部です。チーム名はミナモです。夏季は水面がよく見えるように丸く大きな器を選びました。大垣の自噴水のように止めどなく湧き起こる夢に向かい、支え合える仲間とともに成長していきたいです。ここがスーパー。毎年池坊花の甲子園に出場しており、今年度はチームみなもの3人が東海大会で第1位となり、全国大会に出場しました。また学校華道インターネット課展では部長の柿本理子さんが文部科学大臣賞を受賞しました。私の家が、花屋なんですけど、小さい頃から母や祖母の姿を見てきたので、花の仕事がしたいっていうので華道部に入りたいと思っていました。大会で私が一番感じたことが、お花の技術だけじゃなくて人間性もしっかり重要だなっていうのを感じたので、普段から挨拶とか意識しているところがやっぱり強さの秘訣じゃないかなって思います。今回の大会では3人で1つのチームだったので、それぞれの特技を生かして美しいお花の姿を作り上げることが秘訣だと思います。先生もよくおっしゃるんですけど、そのお花は自分の心を表すよっておっしゃっているので、自分が楽しいなって思いながら生けるようにしています。大人になった時にお花を生ける稽古をするようにしたりして、年齢を重ねてもずっとお花を生け続けたいと思っています。一番大事な全体のバランスを見る係で最後なので、とても緊張していました。日々の練習や大会に向けての練習で時間を計ったり、皆さんに見てもらったりして緊張に耐えられるような練習をしたおかげだと思います。生けたお花を見て自分だけじゃなくて他の人も癒されるところがいいところだと思います。先輩たちが優秀な成績を残して伝統を作ってくださったので、それを今の生徒さんたちが、私たちも自分たちも頑張ればできるんだという、あの目標を作ってくださったのが一番だったと思います。最後の1秒までという感じで諦めない、3人で何とかするというのを日々の練習の時もやっておりますので、練習がものを言うかなと思います。将来もずっと花に関わることを続けていっていただきたい。あの花はすぐ身近にありますので、近くに行けるっていう、そういうのが続くといいなと思っております。目標にしていることを教えてください。毎年開かれる花の甲子園で、まずは全国大会に出場っていうのを目標にしていて、将来の夢がその花の関係のある仕事なので、それに活かせるようにまずは技術をしっかり磨くことが目標です。これからも学校みんなで応援するので頑張ってください。はい、頑張ります。